皆さんこんにちは、ガガの高橋です。僕はね、皆さんご存知の通り自分でこんな商売をねやってるぐらいなので、もうラジコン大好きなんですね。まあ、どのくらい好きかというと、もうね、ラのつくものならね、もうらっきょうとかラーメンとかラブラドールリトリバーとかね、そんな僕が今ハマっているカテゴリー、まあやっぱりね、波があります。今この時期は何が好きだなとかね、ここ最近ちょっとハマってきたのが、なんとこの12分の1と呼ばれる12とかね、ハマってるんですね。まあ自分なりにね、なんでこんなに今面白いのか、ハマってるのかっていうのをね、ちょっと考えてみたんですね。まあ、ちなみにね、これ12分の1ってね、一般的に言いますけど、これ正式名称知ってますか皆さん。これはね、電動レーシングカーって言うんです。これはね、ここにある TT ですけど、これはツーリングカーですね。これはツーリングカー、電動ツーリングカー、これは違います。これはレーシングカーです。まあ、レーシングっていうとね、これは F1 であったり、まああんま詳しくないんですけど、まあ、なぜ、この人間がね、こう電動で、レーシングを極める、ラジコンでレーシングを極めるっていうのは、これを極めると言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、このね、このちっちゃなね、中に、ね、魅力がいっぱい詰まってるんですね。まあ、まず何かというと、もう全部ね、これ速く走ること以外に興味のないものの塊なんですね。まあ、どうでしょう、この電動レーシングカーの歴史、どうでしょうね、30年以上、35年ぐらいはありそうですね。うん、私が小学校、私46ですから、私が小学校4年5年ぐらいにもあったんで、まあ、35年以上はねあるかなと思いますけど、まあ、そこからね、まあ、パッと見はね、そんなに大きくね進化してるように見えますが、まあ、細かくはもう細かく細かく、本当に、先人たちがね、細かく細かく煮詰めて、まあ、今のこの形にねたどり着いてるわけですけど、まあ、なぜこれレーシングカーというとね、まあ、ボディもね、まあ、私のこのかっこいいボディもあるんですけど、このボディもね、空力以外何の興味もない、もう速さを追求するという意味で、無駄なものがもう何もないというところですね。それがやっぱりこのマシンとして、機械として、非常に、意味が、ね、深いものになってると思います。でね、これここに置いとくんですけど、これね、ハマった人なら分かると思うんですけど、ここに置いておくだけでもうすでに趣があるんですね。もうここに置いてあるだけで嬉しいんです。これを、このちっちゃなね、ものに秘めたる、超高性能っていうのをここに置いておくだけでもうラジコン大好きの僕としてはね、幸せになれるわけです。で、これね、まあ、12ってね、結構まあ、タイヤが面倒そうだとか、まあ、なんか運転が早すぎて難しそうってイメージあると思うんですけど、まあ、私も実はありました。ところがね、やってみたら全然そんなことなくて、まあ、これはね、めちゃめちゃ速度が速いんで、まあ、結果的になかなか、シビアな部分出てきますが、仮にじゃあね、他のツーリングカーと同じ速度域にした場合、多分ね、12分の1は圧倒的に簡単です。もう運転が簡単なんですね。もう路面に張り付いてますんで。で、タイヤもですね、作るの面倒かなと思ったんですが、まあ、オートマチックのね機械があれば、まあ、接着自体はどうでしょう、逆にツーリングカーのゴムタイヤを貼るよりは簡単にできちゃいますね。で、お値段も安いです。でも、この今ハマってるこの12をね、の魅力をちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、まあ、まずはね、コストはねかかりません。パーツが点数もね圧倒的に少ないですし、一個一個もちっちゃかったりしますのでね、まあ、一個一個の単価も少ないのもさることながら、キットの単価が安い、もう
超ハイエンドマシンですね。これはまあ僕使ってるのはヨコモの YRX12 なんですけど、まあ、あのハイエンド機を買ってもね、ツーリンカーと定価8万円とか最近しちゃいますよね。7万8万とかね。これは定価で言うと忘れましたが、まあ、確か実売3万いくらぐらいで買えるはずです。で、あとね、あのバッテリーとかモーターの進化もあってね、実はね、私のこの、ついているアンプとモーター、これまあジフォさんのやつね、これすごいインシャルコストを下げるためにね、うちで今推奨している、アンプとモーターなんですけど、まあ、実はうちに、ね、確か7500円で売ってます。いいですか、本体に7500円です。アンプとモーター合わせてですよ。で、じゃ遅いかっていうとめっちゃ速いです。まあ 17.5 なんでね、速いですけど、それはね、楽しみ方は自由なので、でこれはニセルのリポバッテリー、これも1セルサイズのニセルなんですけど、まあ、安いものだとこれもね確か3000いくらぐらいから買えますよ、ね。まあ、そういう、部分、まあ、コストが安いっていうのと、あとねタイヤもうこれ実はね、1,2、まあ、リアタイヤだけで換算した場合8本入って8セットかな、1,2,3、失礼、4セット、4台分ですね。4回分リアタイヤをチェンジできるので、確か1200円ぐらい。もうホイールも4つとか入って、2台分とかでいくらだったかな。忘れましたが、あの高くないですね。で、まあタイヤも走ったら減るんじゃないって言うんですけど、まあもともとが安いのと、まあ、それもあって、ね、実際コストはね、本当かからないです。で、ボディとかも、まあ、私はあのこの単色塗りにこだわってる男なんでこれを譲ることはないですけど、まあ1枚の単価もさる安いのさることだからね、まあこういろいろこう描きやすい、デザインもしやすいのもあってね、非常にかっこいいボディが多いなどなどね、あと走らせててね、こう路面に吸い付くんでね、まあ、グリップ剤をね普通一般的にはね塗るのが前提な競技でもあるのでね、路面に張り付いてこのレーシングカーをね、楽しむっていう意味ではね本当に、もう可愛くて仕方ない。で、まあ、うち、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、お客さんでねミニ四駆のうちでやってますんで、ミニ四駆もねすごいたくさん見えてるんですね。で、ラジコンカー走ってるの皆さんねよく眺めてるんですけど、一番興味示すのはやっぱりこの10人分の1なんですね。電動レーシングカーなんですね。単純に言えば速い。ミニ四駆もね、すごく速いので、速さに対する憧れってもあるんですね。で、まあ、残念ながら今時代、この時代ね、実車とか車にやはりね、興味がだいぶ減ってきているね、時代でもあるんですが、ミニ四駆やってる方はやっぱりね、速さにとにかくこだわります。で、まあ、ミニ四駆ともかくね、やっぱり実車に、スケール感とか車に興味がない方であっても、この、速さというのはやっぱりね男心をねくすぐるものがあるんですね。まあ他にもね魅力はねいろいろちょっと自分なりに考えてみたんですが、それだけじゃなくてねちょっとねラジコン業界にとっても今これいいんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは、まあ、見てるとおり樹脂パーツってほとんどないんですね。まあ足回りのこの笹アームロアアームとか、まあ、ちょっとした成形パーツがちょっとあるだけで、あとはもうねカーボンとかアルミ削り出しのもの、でほぼほぼ構成されてるわけですね。これどういうことかというと、あのね、メーカーさんがパーツをサードパーティーね、やっぱりラジコン業界すごい盛り上がってる時ってあのサードパーティーがいっぱいあって、そこからいろんなものが出ることによって盛り上がると思うんですね。でこれはちょっとじゃあ、まあ、極端な話、私がじゃあもうメーカーをやりたいとなった時にカーボンの切り出しを発売することができるわけですよ。ガガスペシャルとか言ってね。で、まあ、樹脂成形は厳しいにしても、アルミパーツってすごいたくさんあるんで、それを、数量限定とか言ってね、ガガスペシャルとか言ってね、発売することができるわけですね。これがもしねある程度流行ってくれば本当に
サードパーティーがパーツを出しやすいとか、メーカーが出てきたりとかね、そういった一面もね、この業界の、発展の一面にもつながりやすいんじゃないかというところでね、今私のハマっている1/12、今もうツーリングカーも例えばね疲れてきたなとか、他に何やろうとかっていうオンロードでねやりたいなっていう時に、まあ、ちょっとね私はこの電動レーシングカーをぜひおすすめします。まあねちょっと、まあ、うちのサーキットね来ていただいて走るとか見てもいいですし、まあ、全国にサーキットね、走っている宗教の方だと本宮さんでもね結構走ってるみたいですよね。あとホットラップさんとかね、まあ、全国でねやってるところたくさんあると思いますのでね、ぜひちょっと、興味がありましたらやってみてください。楽しいです。1/12、一緒にやりましょう。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。